おいっす、こんにちは、ある東大生実況写真です。今回はですね、ドラゴンクエストライバルズがね、サービス終了するということについて、まあ正直に、もう本当、語っていこうかなというふうに思っております。で、一応知らない人のために、まあ軽くだけ説明しておきますが、2021年7月5日月曜日13時をもちまして、サービス終了させていただくことになりましたといった感じで、夏に終わります。ライバルズは夏に終わります。はい。で、まあ、それについて思うことはもう3つですね。丸1が素直に悲しい。もうほんと素直に悲しいですね。で、丸2としては、まあ、準備はしていたと。で、丸3は性格の悪い未来。まあ、こちらについて語っていこうかなっていうふうに思っております。で、まずはまあ、やっぱり、素直に悲しいですよね。うん。で、まあ、ソシャゲって、まあ、再現性がないんですよね。要するに、7月、まあ、5日まではできるわけですから、ですけど、7月6日から、もうできないわけですよ。ライバルズを一生。またなんか、例えば、デボラ使いたいなとか、あれのボイスどうだったっけとか、なんか、チャモロの可愛い声聞きたいなとか、なんか、こういうキャラの書き上げてどんなんだったっけとか思って、まあ、やりたいなって思って、やろうとしても、まあ、僕が死ぬまで一生できないんですよ、ライバルズ。もう。なんでまあ、これはまあ、普通に寂しいですよね。その、なんか、まあ、他のゲームのなんかサービス終了、例えば、なんだろうな。まあ、できるやつとかだったら、要するにオンラインとかじゃなければ、まあ、家で普通にできたりするじゃないですか。ドラケー3とか。でも、まあ、ライバルズの場合できないんで、まあ、それは非常に悲しいかなっていうふうに思いますね。うん。で、まあ、僕自身結構そのライバルズに育てられたっていう意識が、まあ、強くて、まあ、僕が実況を始めたのは2017年の、まあ、10月ぐらいで、まあ、1ヶ月ぐらいはほとんど全く再生されないで、で、11月にライバルズが出て、で、そこで、ま、同時期に始めた人っていうのは、大体、なんか、まあ、こんぐらいいるのかなと。まあ、僕の記憶の中なんで、違う人もいるかもしれませんが、まあ、僕と、まあ、ウーサさん、マヤシさん、サイさん、D さん、ヤタカさん、シバさん、マヤさん、ネズミさん、トウトウといて、まあ、たくさん、こう、いたんですよ。で、最初の11月の頃はですね、僕は同説ね、一番最初の配信は覚えてるんですが、同説二人とかで、だから僕となんかもう一人いて、でなんかスライムナイトとか、なんか、ゴールデンスライムってリセマラ1位らしいよとか言ってキャッキャ笑ってるみたいな、そういうなんか、まあ本当に、まあ本当そのレベル。一番最初にの配信がだから、まあそういった配信だったんですよね。うん。でそこから、24時間ちょっと配信してみようとか思って、まあ配信してみて、まあ30時間ぐらいしたのかな？うん。レジェンド行くまで寝れませんみたいなやって、で、それで、でね、同棲する20人とか、まあ集まってくれて、まあ嬉しいなとか思ってて、まあでもその頃にはまだね、モコウさんとか、ジョックス TV さんとか、加藤純一さんとか、シロゲームズさんとか、そういうなんか大手実況者みたいなのが、まあ割と実況してたんで、まあぶっちゃけもう小、なんだ、登録者100人もいってないよな、30人とか、まあそんぐらいの僕にはまあ全く太刀打ちできなかったけど、まあその後そういった大手が辞めて、で、まあそれで、同棲がまあちょっとずつちょっとずつ増えていって、みたいな感じで。まあ、育てられたのかなっていうふうに思いますね。で、なんだろうな。まあ、ラーミアの動画、だいたい、2000、そっから、まあ、半年間ぐらいずっと、同説をとにかく増やそうということで、まあ、頑張り続けて、まあ、ラーミアって、動画で、同説500人ぐらいを突破、500人突破して、まあ、それが、なんか一つ乾きになって、で、そっから、まあ、ちょっと、ライブはもういいや、ということで、今度は動画を、まあ、メインでやっていこうということで、まあ、動画もこう出していきながら、みたいな。で、まあ、編集とか、サムネ作りとか、全然できてなかったんだけど、まあ、ちょっとずつ、まあ、YouTuber としてね。まあ、こういうことを話したら、まあ、視聴者に受けるとか、こういうことしたら、まあ、視聴者から嫌われるとか、まあ、例えば引退宣言とかですね。もう引退しますとか、別にいちいち言わなくていいじゃないですか。で、そういうのは、まあ、ね、言わなくていいのに、なんかわざわざ言っちったりとかね、した時期とかもあったんですけど、まあ、あれも、今思うと間違いというか、まあ、言う必要なかったなっていうふうに思いますね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、育てられたっていうのがあるんで、で、まあ、多分ね、その自分の人生を解雇するとき、まあ、死ぬ前のこう、走馬灯とかでも、僕にとってはなんかライバルズってのが一つ、まあ、出てくると思うんで、まあ、その時にこう、やりたいなってこう思っても、まあ、できないっていうのは、まあ、素直に寂しいですよね。はい。だからまあ覚悟ってのはまあしていたんですけど、まあ、本当に非常に悲しいかなっていう、そんな感じですね。はい。で、まあ二つ目の思うことっていうのは準備はしてました。ただ。うん。で、これ僕1月ぐらいに出した動画なんですけど、まあサービス終了はてなみたいな動画出していて、で、それで、言ってることっていうのが、これもそのまんまなんですけど、スライドそのまんまなんですけど、まあコロナによって、まあテレワークとか、で、あとテレワークってまあすごい大変じゃないですか。で、慣れない環境であったり、あとソロモードで仕事増えて、で、カードの種類の増加で、まあデバッグ作業とかいろいろ増えて、まあ本当に、作業増えているにもかかわらず、売り上げが下がっていますと。で、ドコパレっていう、まあドラ系のね、売り上げが9億ぐらいで、で、しかもそんな、
口なゲームなんですよね。ぶっちゃけなんか素人でも作れそうな、プログラミングで言うとなんかファミコンぐらいの、要するになんかモンスターとモンスターが戦うみたいな、その程度のなんか、あんまり難しそうじゃないのと、で、ライバルって言ってもまあめちゃくちゃ複雑だし、バランス調整とかもすごい大変だしっていった感じで、まあある程度その開発にお金かかってそうな。で、なんかね、絵とか、新規のイラストとか、まあめちゃくちゃ綺麗なイラストとか、キャラクターボイスとかついてる。まあそういったライバルズと、まあ売り上げがそう変わんないってなった時に、もうこれライバルズも終わっちゃうんじゃないのと。で、しかも、まあ2019年と比べて、ライバルズってのは2020年、エースと名前変わって、なんかすごい張り切っていましたが、まあ結果として前年度より 45% 売り上げ減少していたんで、あ、これは、まあ近いうちにサービス終了は来るなと。まあそれがいつになるかっていうのはわからないけど、まあ今年中かなっていうふうに正直思ってましたね。だからまあ覚悟はしておいた方がいいよと。で、まあゲーム実況者はおばこになっていく人とならない人で分かれていくと思うよみたいなことを当時、これスライドそのまま読んでるだけですから、僕は言っていたそうです。で、まあそういうことを言ったら、まあ割と叩かれたんですよね。例えば翔くんチャンネルっていう翔くんという人からは、なんか詐襲すると言っているバカについて、バカチューバー詐襲だしないっていうのとか、まあリクヤツさんとかからも、詐襲騒ぐぐらいならそんなゲームアインストールすればいいんじゃねって、まあ言われたりしたんですけれども、まあ結局、そのこの道我が旅と、まあドラケー2のね、BGM の曲でもありますけれども、まあ人の言うことなんかね、もう無視して、自分のね、思ったこと、自分が考えること、自分が見えてる未来というものをまあ信じて、まあいろいろと準備してきてよかったのかなというふうに思いますね。うん。で、まあ僕、まあ、そんなにね、なんか人に影響されたりっていうのは、まああんまりないと思うんですけど、この、なんか、フームーブドバイチーズと、まあ中学2年生ぐらいの時にですね、英語の先生からまあ渡されて、これでも読んでなさいと、授業あんまり聞かなかったもんですから、で、これ読んで、まあ割と感動したわけですけど、まあどういう物語かって言ったら、まあストーリーはすごいシンプルで、なんか人とネズミが、こう迷路の中にいて、で、その迷路の中で、こうチーズを探すっていう物語なんですよね。まあ人とネズミはそれぞれ早起きして、なんか綺麗になんか靴とかを履いて、で、ランニングで、なんかチーズ探して、チーズがあったら、まあそれを家に持って帰って食べるみたいな。まあそういう生活をしていたんですよね。で、それをなんか1年、2年、10年と続けていたうちに、やっとの思いで、その大量のチーズがある場所を見つけたわけですよ。もうなんか一生分あるんじゃねっていうぐらい、もうめちゃくちゃ大量にあるチーズ。で、そういった大量のチーズがあって、でそこでもう、人は、ね、そのチーズの近くに住むわけですよ。わざわざ移動する必要もないし。で、早起きしてたのがもう怠惰になって、夕方ぐらいに起きて、適当にチーズ食って、寝るみたいな、まあそういう怠惰生活をすると。で、一方でネズミってのは頭が悪いから、まあ、毎日ずっとルーティーンでね、同じように、生活しているっていった感じですね。うん。で、ところがある日ね、そのチーズがなくなってるんですよね。で、まあそういう時にこの人間の方は切れ出すわけですよ。なんでチーズがないんだみたいな。は？ありえなくない？みたいな。え、チーズはどっかあるでしょ？みたいな感じで、チーズを探し出したり、なんでチーズがなくなったのかとか、あるいはチーズがなくなったことは不当だって怒り出したり、あるいは泣き出したりしたんですよね。うん。っていった感じで、まあ要するに、まあそのチーズっていうのが、まあ何かこう、メタファーというか、まあ比喩になっているわけですが、まあ今回の場合って言ったら、まあライバルズで得られる、まあ動画の再生回数とか動画の収入なわけですよね。僕からしたら。うん。で、まあそういうのにね、結構、その気づけない人というか、なんかもう、要するに結構サービス終了するよっていうのは、まあ分かってたわけですよ、こういうの見たら。当たり前ですけど。あ、もうそろそろするなってのは分かっていて、準備はしとかないといけないのに、するわけない、するわけないみたいな。っていう人は多いんですけど、僕はこの本読んでて、まあある程度、まあ自分のやり方。まあこう、なんかこういうやり方したらある程度成功するだろうなってことはあるんですけど、ただ、そのやり方じゃずっと通用しないんじゃないですか。まあいずれは、なんか終わっちゃうわけですよ。だから、まあそうなった時、まあそうなる前にちゃんと準備を、客観的に見てね、しておくと。いうのとか、まあ、あとはその準備をすると。で、結局、その人間は実はま、二人いて、で、一人はもう怖くて、まあ、新しいチーズを探していきたいんだけど、でもそこチーズがなかったらどうするんだって不安で何もできなくて、でもう一人も不安なんだけど、でもチーズ探さないと行動しないと、まあ、なんかできないよねっていった感じで行動して、まあ、最終的にその行動した方は、なんだろうな、まあ、もう一生分のチーズを手に入れると。で、行動しない方は餓死するみたいな、そういう物語なんですけれども、まあ、こんな感じで、まあ、変化は起きていると。で、変化を予期せよ、変化を探知せよ、変化に素早く対応せよと、変わろうと、変化を楽しもうと、進んで素早く変わり、再びそれを楽しもうみたいな、まあ、そういう、こういう、なんか、まあ、文言みたいなのが書かれてあるんですけれども、まあ、この本のおかげで、まあ、準備できたってのは良かったのかな、というふうに思いますね。うん。
まあ具体的に言っていくと、まあタクトとか、まあスマブラとか漫画のレビューとかそこあたりですかね。例えば、まあライバルズ、まあ生放送をちょっとこの前にやったんですけど、まあライバルズ終わったけどどうするんだみたいなこと言われてたんですけど、例えばこれ今月3月の、僕の再生回数なんですけれども、で、これ検索だけですね。要するに、ブラウジング機能とか通知以外の YouTube 検索だけで40万回ぐらい再生されていて、まあその中の、タクトが 10% でジョイと。で、エロ、まあエロってお前どんなの出してんだとかありそうだけど、エロエロスマブラ、パンツ、タクト、ホムラ、まあここあたりが大体上位で、で、ライバルズ8位なんですよね。で、1% かな。5000回で 1%。検索の中 1%。で、90、11位で、まあ、ドラクエライバルズだって 1.1% といった感じで、まあ、合計で 2% と。で、まあ、ブラウジング機能とか合わせたら、まあ、もうちょいいくでしょうけど、まあ、それでも 10% ぐらいで、まあ、要するに他の方にこう分散するように、ある程度、まあ、ずっと前から準備していたんで、し、その、終わることってのは予期してて、まあ、その、1月の時に言った時は、お前何言ってんだとか、大げさだとか、なんか、なんだこいつみたいな、営業妨害だろとか、言ってましたけど、多分1月の段階で、まあ、もう決まってたとも思いますし、運営の方では。うん。で、まあ実際になったんで、まあ、良かったとは思わないですけれども、まあ自分の見立ては間違えてなかったなっていうふうには思ってますね。はい。そこは、ちゃんと予期できたっていうのは、まあ自信になるかなと思います。はい。で、これもう思ってることを正直に話すっていうタイトルなんで、もう本当思ってることを正直に話そうということで、まあ、丸さん、性格の悪い未来。まあ、ここからは、マジで性格悪いんで、そういうの嫌いな方は見ないでください。ここで、ブラウザーバックですね。性格の悪い未来をちょっと考えています。僕、まあ、性格悪いんです。はい。まあ、僕は、2018年くらいから、まあ、ライバルズだけだとまずいかなっていうふうに、まあ、思ってたんですよね。まあ、これって、まあ、誰でも思うと思うんですけど、なんか仕事とか収入源が、まあ、一つだけだと、まあ、それだけだとなんかちょっと、まあ、この人のお得意様が亡くなったらどうするんだみたいな、まあ、そういうお話になるじゃないですか。まあ、だから、分散させた、リスクを分散させていった方がいいよね、みたいな、まあ、そういう当たり前の話なんですけれども、僕の場合はね、その準備というか、まあ、実際に準備していろいろやって、まあ、準備に1年かかったってより、準備して、で、その、結果が実を結ぶまでに1年ぐらいかかりましたね。例えばこれ2018年ぐらいに思って動画出してたんですけど、これ600じゃないですかね、60回再生ですから、もう今非公開で見れないようにしてるんですから、けど、マリオワールド、クロノトリガー、スターデューバル、これまあ一番再生回数低い、動画なんですけど、僕が出した中で。こんなもんなんですよ。もうとにかくいろいろ出しまくって、なんか何が受けるんだろうとか、でもその都度失敗して、みたいな。本当に失敗しまくったんですよね。マジで失敗しまくりましたね。やるたびになんか、いや、これは受けるでしょみたいな感じで言っても、やっぱり失敗して、いや、これはでもいけるんじゃない失敗して、みたいな。もうそれ繰り返しました。本当に失敗しまくってましたね。で、まあ最近だと、まあ適当にね、まあこんな感じですよね。まあ割と、まあライバルズ以外の動画でもそこそこ再生されているって言った感じ。むしろライバルズの動画はこの中だと2つしかないのかな。まあ、ライバルズの実況してるのはもう1つか。10個中1つみたいな。まあ 10% ってのも、まあ納得かなって言った感じ。で、まあライバルズ以外でもまあ再生されてるといった感じだったんですよね。で、まあいろいろとこうなんかやっていって、まあこういう YouTube でこういう時にこういう動画上げたらこういう風に再生されるとか、こういう動画はまあ初動悪くても検索で来るから、まあなんか何週間に1回ぐらいこう置いとけば、後々再生回数が増えてくれて、まあある程度僕の収入になってくれるとか、こういう動画はファンがつきやすいとか、まあいろいろとこう実験して準備したおかげで、まあ良かったかなと。で、一方で、まあ例えば見るために行けとか行かないとか、まあそういう話だった時に、まあ資産にならないとか、まあそういうこと言ってたと思うんですけど、まあどういうことかって言ったら、ミルダムの場合ってまあ多分僕がミルダムに行ってたら脳死でライバルスの配信をずっとやってました。間違いないです。なんでかって言ったらタクトってまず配信クソつまんないんですよね。タクトってゲーム自体はつまんないんですよね。でも、その、なんか、ま、攻略方法とか、ま、そういうのやつ。要するに、ドラクエのなんかレベル上げと似てて、ドラクエのレベル上げ自体ってつまんないじゃないですか。ドラクエでなんかレベルをなんかずっと99に上げるとかっていう配信だけやってたら多分つまんないと思うんですよね。うん。まあ、でも、その、なんか、〇〇が強いとか、そういう考察していくのは楽しかったりするんですけど、まあ、そんな感じですよね。うん。だから、ま、配信映えしないんですよね、正直言って。で、なんか、ま、他のスマブラとかもここら辺とかも、ま、あんまり、ま、配信だと難しいし、なんか漫画のね、考察とかレビューとかも配信だとよくわかんないみたいな感じで、だからゲームのサイトなんで、まあ、基本的にライバルズしかやらないみたいな感じになってたと思うんで、まあ、そうなってたら、まあ、今日の僕はなかったかなっていうふうに思いますね。だから本当準備しといて、まあ、よかったなっていうふうに思います。で、まあ、なんか、八木新先生というライバルズ配信者がいるんで、まあ、こいつ、視聴者から、ことづてに聞いたんで、まあ、事実かどうかわからないんですけれども、まあ、ナイツタっぽいんですよね。なんか、もうライバルズが終わるっつって。で、まあ、これはまさに、その、なんか準備ができてなくて、まあ、ある日唐突になんか突きつけられたみたいな。本当は、もう、もっと前から悲しんでて、準備しとかないといけないというか。
例えば、自己死。なんか、最愛の人が自己死したとかだったら、まあ、泣くのわかるんですけど、なんて言えばいいんだろうな。もう死ぬって分かってて、なんか、3年前から、なんか、余命 3年ですって言われてたら、もうある程度覚悟してるじゃないですか。だから、その3年間覚悟してんのと、まあ、その場で、こう、いきなり言われるのじゃ全然違うのかな、とか思ってて、まあ、準備の大切さとか、まあ、そういうのも考えながらね、まあ、最悪な未来を、ここから考えているといった感じで、まあ、どういうことを考えているかって言ったら、まあ、準備するってのは、めちゃくちゃ大変なんですよね。要するに、まあ、ゲーム実況者とかで、まあ、何かのゲームでバズったと。何かのゲームで、登録者、再生回数があります。収入がありますと。でも、他のゲームで、なんか、その収入を稼いでいくってなったら、めちゃくちゃ大変なんですよね。同じことやんないといけないというか、本当に大変なんで。で、それって、まあ、僕はできたんですけど、じゃあなんでできたかって言ったら、ライバルズがあったからできたんですよね。要するに、ライバルズの動画上げながら、他のことをやっていく、実験していくってこと。だから、その、他の再生回数が悪くても、別にライバルズ悪くねえし、みたいな。ライバルズって再生されてるからいいや、みたいな。まあ、そういうなんか精神性でやってたんですよね。これ再生されなくても別にライバルズで稼げるし、みたいな。でも、その、ライバルズがない状態で、登録者とか、まあ、登録者減っていくじゃないですか。だってライバルズサービス終了して、ライバルズチャンネルなんて登録しておく意味ないから、まあ、登録者とか、まあ、あるいは再生回数とか、で、再生回数減ると当然収入も減るわけで、その減っていく中で、その、どうやっていくかっていうね。だ僕も結構しんどかったんですけど、僕とは全然違うんですよね。僕の場合、その、登録者増えてたし、再生回数増えてたし、収入も増えてたんですけど、この人たちっていうか、まあ、他の人たちっていうのは、準備してない人、もちろんね、僕以外のライバル実況者で準備している人ってのはいるんですけれども、そうじゃない、準備してない人たちっていうのは、どうやっていくんだろうっていうのを見てみたい。で、これは、僕は性格悪いのかな。うん、なんか、その、狂っていくのか、あるいは、なんか、他の、なんか意味わかんないことやって、なんか、変な再生回数稼ぐのか、あるいは、一発また当てて、なんか才能を見せつけていくのか、どうなっていくかっていうのはわかんないんですよね。で、それが、まあ、どうなるかっていうのは、本当になんか聞いただけでワクワクするというか、だからまあ、そこら辺がまあ僕の性格の悪いところなんだろうなっていうふうに思いますね。うん。まあなんか受験とかで自分の合格を確信した後に、あるいは自分が合格した後に、なんか、落ちたとか、なんだろう。微妙な人とかがなんか受かるのかな、落ちるのかな、みたいな。まあ他人のことが気になるみたいな、そういうのとちょっと似てるのかなというふうに思いますね。うん。で、まあライバルズの卒業式ですね。卒業式はもう4月5日、4月5日までしか、まあライバルズはできませんので、まあそれまで、何するかみたいなことを言われたんですけど、まあ正直今日は、ライバルズの、悪くしようと思ってました。で、何をと思ったかって言ったら、バーンジェシカと、物質取る猫と、で、あいつ何だっけ、ダークドレアムピサロか。この3つぐらいしか反響にいないじゃないですか。昨日ランクマ潜ったんですけど、ほんとこの3つとしか当たんなくて、なんか、カードパワー高すぎて、まあ、他のデッキじゃ正直作りようがないみたいな。作る価値がないみたいな。そういうなんかカードパワー高すぎてみたいな。で、なんかその、なんだ、つまんないみたいな。正直言うとね。うん。環境が固まってるな。だから、なんか、もうちょっと、なんか、ファンデッカーにも優しく、みたいな、カードパワーちょっと落として、みたいな、イルルカとドレアも落として欲しいな、みたいな。で、なんか、いろいろデッキ作れるようにしてほしいな、みたいな動画出そうと思った矢先に、サービス終了で、まあ、その動画を、例えば今日僕が出したとしても、どうせ終わるものに何言ってんだ、みたいな目線になりますから、まあ、動画作りっていうのはちょっとね、今はね、喪に服すみたいな感じで、まあ、思い出を振り返るみたいな、そういう、まあ、週というか、になっていくのかなと思いつつ、まあ、それだけで終わったら悪いですから、まあ、いろいろと、今度は思い出を振り返るから、まあ思い出作りになっていくのかなと。まあ面白いそのデボラハイドとか、まあそういうなんか大会だとか開いて、まあ最後に向けて、まあどうしていくのか。で、まあ皆さんもね、だから僕の場合はそのライバルズに、例えば1日3時間動画とか、まあ試合やるのに当ててるとしたら、その3時間をどういう風に使っていくかみたいなのを考えないといけないし、で、皆さんの場合だと、まあライバルズ、で、まあ、例えば1日1時間やってますっていう人は、その1時間をどう使うかね。YouTube 見るか、ドラケータクトやるか、ウマ娘やるか、シャドーバスやるかとか、まあ、そういうことをこう考えながら、まあ、3ヶ月、まあ、どう過ごすかっていうところになってくるんじゃないかな、というふうに思っております。ということで、これ本当にね、素直に、本当に思ってることを話しました。本当に。これはまあ、嘘偽りない。1ミリも嘘ついてない。本当のことを話しました。まあ、なんか、まあ皆さんの思うところ。まあ皆さんはね、このライバルズが終わっちゃうよと。まあ多分悲しい人多いと思うんで。まあ、あるいはね、まあ本当のことを、まあいろいろと、書き込んでみてください。ご視聴ありがとうございました。